当時はね、本当にまいい意味で岐阜に入って、いろんな友達も作って、はい、結婚もできて、あ、はい、その三年半の間に結婚も、えー。はい、それ結構いろんな出来が、はい、日本語もすごくあの上手になって、はい、なりましたけども。そは奥様は日本の方でらいらっしゃいますよね。はい、その奥様の力も大きいんで、ね、それもありますよね。はい。ただそこはですね、あの実はですね、はい、そこにもあの当時は今ももちろんあの 電話もすごい国際電話が高いし、はいえー、周りにも他の外国人その西洋人がなかなかいなかったから、うん、3年半になってちょっと自分でもそのアメリカの心とかね、はい、ちょっとあの少し薄くなったと、はい、そ自分の存在あの本当に自分がどういう人なのかっていうのとアイデンティティ,ティ,ティがちょっと迷いがあって、はい、それがやっぱりアメリカに帰るべきだとうん、ふうに、えー、思って、はいえー、88年もちょっと一回 その岐阜の仕事を終わってあのアメリカに帰国しましまた、はい、そんなヒル社長がまた再び日本へっていうそのきっかけというのはあのまあアメリカに戻って、はいえー、ちょうど、えーまあ、あの1989年、はい、あの88年989年なんですけども、えー、そこでちょっと自分であの、まあ、ウォール街で勤めて、まあ、ちょっとそういうふうに。えーと 経験ししたたいいと思いましたのでまその時はやっぱりもちろんアメリカに帰っていろいろ刺激とかあったんですけども、はい、あの面白かったのはこの3年半の岐阜がものすごい成長が早かったんですね、はい、自分が。はい、でどん,どんどんどんいろんな新しいチャレンジが、はい、いろんな、えー、あの可能性が見てあの自分ねこれから 成功するんだとか,ねだからあのえ社会貢献がいろんなこともできるんだというふうに思ったんですけども、はい、アメリカに戻ってですねちょっと普通の人に戻りましたこのままだとえ成功への道が、うん、あのちょっと長いじゃないかと、はい。でまた逆に日本に戻ったらもっと早くえいろんなことが、えー できるじゃないかと自分で指導権を持ってあの10年15年あのやっとちょっと上に行くじゃなくてもうすぐにも、うんえー、自分で会社を起こして、はい、よりあの貢献できるより成功できる、うんえー、そういう、まあ、やっぱり思いが強くなってでもう会社1年ちょっとで辞めて、はい、日本に戻りました。 ちなみにその日本の最初の出会いが岐阜県だったので、うん、その日本でのビジネスの最初のスタートっていうのは名古屋,えと名,古屋名古屋で会社を作ってでこれ会社を作るのは1990年の1月です。はい、で1990年の12月に、えー、ちょうど ABCN アメリカン・ビジネス・コミュニティ名古屋在名古屋米国・ビジネス・コミュニティが、はい。 あのあ新たに、えっと、アメリカの、えー、駐在事務所が、えー、あの企画して作ったんですよ。はい、でその時は私が最初のミーティングに行って出会ったのはこのオークランマーケットに創業したロバート・ロッチでありました。はい、でロバートと私があの2人とも、まあ、当時はもうちろん青年ですけども、はい、今も青年ですけどももっと青年だったんですけど、はい、あの当時は、えー、っと彼も。 えあの貿易とかその自分で解消を持って、うん、あの非常にえもう若いエネルギーで積極的にえ何かやりましょうと、はい、で私も同じでもあの私彼が貿易私が国際交流 2>、うん、で2人で見ていくとどうなるんだと敵になるのか,、はい、だ,からだから敵に一回敵になったらこれがもうあの絶対もう死ぬまでの敵なのか、はい、友達になるのかうどっちにするか、はい。はい で,2人でもううちょょっとと手つないでやりまし H&R ・コンサルタンスという会社がもう名古屋初の外国人向けのリロケーションの会社を作ったんですそれがまあ本当に彼と私の初めてのきっかけなんですけども、はい、まあ当時は私たちが若かったし起業家精神持ってたんですからあチャンスがあればどういうふうにこのチャンスはビジネスに、はい 回路をどういうふうにつなぐかとなると、うん 2>, まあ、2人ともやっぱりこの間強い精神があったんですから本当にあ出会ってもう12月出会って会社があの始まったのは多分2ヶ月後だったんですそのぐらい意気投合して,てお互い一緒にやっていこう<で>っていうふうになった。なるほど